松尾大河は、大阪府茨城市出身のプロ野球選手、宇藤右内。2018年2019年の登録名は、大河。三島小学校時代から、軟式野球をはじめ、三島中学校時代には、オール、平方ボーイズに所属し、中学5冠を達成。修学会高等学校に進学後は1年春から、2番、ショートで出場し、その後もレギュラーを務める。 3年春の第88回選抜高等学校野球大会では2回戦の南洋高校戦で本塁打を放つなど19打数6安打3打点の活躍でチームをベスト4へと導いた。さらに3年夏の熊本大会では17打数7安打4打点6盗塁と活躍し15年ぶりの第98回全国高等学校野球選手権大会出場に貢献。 甲子園でも準決勝の北海高戦でも、大西健とから宇宙間、スリーベースを打つなど、16打数7安打の活躍で、チームの春夏、連続ベスト4に貢献。その後侍ジャパン U-18 代表に選ばれ、第11回、ブファ U-18 アジア選手権大会に出場し、大会主位打者の活躍を見せた。甲子園、通算試合、打率。 3712本類が7打点。野球部には2学年先輩に藤吉優、宮本秀明、同期に久喜流兵、1学年後輩に田浦文丸がいる。2016年10月20日に行われたプロ野球ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから3位で指名される。11月9日に熊本市内のホテルで入団交渉に臨み、 契約金5000万円、年俸600万円で仮契約。背番号は23。2017年4月22日のイースタンリーグの北海道日本ハームファイターズ戦で瀬川俊郎から満塁ホームランを放った。1軍公式戦の出場機会はなかったが、2軍公式戦において102試合に出場した。11月25日から台湾で開催される。 アジアウィンターベースボールリーグにおいて n p b イースタン選抜に選出される。2018年シーズン前に登録名をタイガーに変更した。前年に続いて1軍出場はなかったが2軍公式戦に主にショートで95試合に出場した。10月に開催された 2018WBSCU-23 ワールドカップの日本代表に選出され、 全試合にショートでスタメン出場し準優勝に貢献した。2019年に軍港式戦に75試合に出場するも打率193に終わる。10月1日に球団から翌シーズンの契約を結ばない旨を通知された。11月12日に大阪式信用金庫スタジアムで行われた12。 球団合同トライアウトに参加し、5打席で1安打に出塁を記録。2回投塁を試み、1回成功した。2019年11月29日、2020年より指導する沖縄発のプロ野球チーム、琉球ブルーオーシャンズに入団することが発表された。琉球では、セネームは松尾となっているが、スコアボード表示は大河となっている。 2021年3月28日、自身のインスタグラムで一般女性との入籍を発表した。同年8月、琉球のチーム関係者の多数が新型コロナウイルス感染症に感染し、また複数のコーチ、選手による球団規律違反が判明したことで、球団は活動休止に追い込まれた。松尾自身は規律に違反しておらず、感染症も陰性であったことから、 9月1日より、クラウチ外し、二宮コロモサキと共にベースボールチャレンジリーグの茨城アストルプラネッツに派遣され、プレーを続けることとなった。茨城では8試合に出場し、1本塁打も放った。茨城への派遣期間終了後の9月30日を、もって契約満了により、琉球を自由契約となった。50メートル5秒9の瞬速に、 思い切りのいいスイングから左右に打ち分ける広角打法も魅力。また強権を武器にした広い守備範囲も持ち合わせており、松尾本人も入団交渉時に将来的には走行手3拍子揃った選手になりたいですと語っていた。大河に関するカテゴリー、ありがとうございます。